もっとですね、僕がなんていうかこうノスタルジーに浸ってたんですよ。実は、ジョーさん来ること決めて、それなんかあいい思い出のなんかそういう試合なんかとんでもなかったですね。なんか全然やる気ないので、これちょっとこれ死ぬ気やんないと。なんかね、昨日ちょっと着いたってんでホテルの台に行ったんですけど、ふざけてジョーさんが首根っこつかんでガーンってやってきたんですよ。それ食らったんですよ。グッて引きつけられて、うわ違うわこれって。やっぱね、昔のレスラーってすごいんですよ。ジョーさんからハードカーマッチで始まりました。はい、いや、あんなにこんなこと言っちゃあれなんですけど、あんなにやる気があると思わなかったよ、僕。2週間前、最後の試合したって普通にやってるんですね。今日の並びなんですけど、あと3歳で80ですよ、だって。でなんかですね、この遠藤ジムは僕が新人時代にずっと練習させていただいてたジムで、こういうですね、なんていうか今すごい綺麗なジムいっぱいあるじゃないですか、僕行ったの。でそうじゃなくて、こういうなんていうかジムをですね、血と汗と涙の香りがするようなジムをアメリカのレスラーがあってハードコアなジムだって言うんですよ。ここはハードコアなジムで、なんかね、ほんとジョーさんみたいだなって俺なんか思って、で今日遠藤会長がレフリーやっていただくこともあって、ここで会見やらせていただいたんですよね。なんかすごくね、ちょっとこれ新人時代の初心に書いてあるみたいな、一生懸命向かっていくっていう。カリューさん、ジョーさん最初に会った時ってどういうあれだったんですか？僕がまだデビューしたばっかりの時に、ビクター・キニョネスがジョーさんの引退式を川崎球場でやるって言って呼んだんですよ。で2ヶ月間日本にその時ステイしていただいて、2ヶ月いたんですね。その時身の回りの世話を僕が全部ビクターにやれって言って、もう付き人みたいだったんですよ、ジョーさんの。でそれから何年も元さかなかったんですけど、ある時10年ぐらいにプエルトリコでばったり会ったんですよね。それもビクターがアメリカでジョーさんの引退しかやってなかったから呼んだって言って、その時2週間ぐらい、あとスペルクレイジーと3人でビクターのマンションの部屋で3人で共同生活したんですよ。川崎球場来た時って練習場で試合してるの？してないです。引退式なんですね。引退式ちゃんとやりました？やりました。やりました。やりました。で僕めちゃくちゃしてたからそうなんですね。ちょっと記憶が飛ぶぐらい熱かったですから。いや、あの時ちゃんと最後リンゴ降りるジョーさん、僕空振る舞いしてるはずなんですよ。こうやってね、再開して試合ができるとは夢に思わなかった。そうなんですよね。でですね、実は今回ですね、門馬さんと菊池さんにもですね、会場に来ていただいて、ジョーさんにこう記念品贈呈とかやっていただきたかったんですけど、ちょっとお二方ちょっとその日どうしてもいけないっていうことで、すごく来てほしかったんですけどね。あの二人がですね、会長と前話イベントなんか積もる話が終わらなそうな雰囲気です。しかし、実際どんな試合になりそうですか？分からないですよ、本当に分からないですね。なんかですね、今ちょっとこうやって向かい合って写真を撮ってくれって言われてやったじゃないですか。なんかね、なんかこう強肩と向かい合うとなんか心が臨戦態勢になるじゃないですか。そんな感じでしたね。なんかちょっと昔のレスラー違いますよ、ね、これすごい僕自身財産になってるジョーさんって習うことは。なんかね、本当にグイグイ出てくる感じでした。湧いてくるような感じだったよ。戦うのも初めて。初めてです。タッグない。ないです。なんか戦ったことあるみたいな。多分ないよなと思って。記憶がこちらだ。ちゃんとリスペクトしてるよ。ちゃんと言ってました。はい。本当に僕が言ってくれって言ったんですね。今後も参戦する気満々なんですけど、最後という触れ込み、最後のっていう、ね、触れ込みだったのに、触れ込みだったのに、まあ来ていただけるんだれば、また来ていただきたいですよ、それは。ちょっとめくっちゃいました、僕。これじゃあ、
閉店先商法じゃないかって。さっきもその椅子で手で殴るとも平気だっていう話をしてたんですけど、はい、タジさんの中でその椅子で殴れるかどうか分からないですね。けど殴らなきゃいけないでしょうね、やっぱり。てか殴らなきゃ失礼ですね、これは。それよりも、ね、逆にね、この人椅子持ってめちゃくちゃにぶん殴ってくんじゃないかってちょっとビクッてしましたね、さっきの言い方。なんかジョーが危なそうだね。危なそうですね、なんだかね。お客さん気をつけてもらえる。昔あの後楽園ホールでジョーさんとマットドクラッシャーの試合で終わった後、あの後楽園ホールの椅子が一個も立ってなかったっていう伝説の試合があるじゃないですか。いや楽しみだな、これはすごく。楽しみじゃないですか、今回なんかすごく。いける伝説があれだ、ね、皆さん当日はよろしくお願いします。ありがとうございます。